私のキッチンへようこそ。鹿児島キッチン。今回は鹿児島の出水島で旅をしてきました。でも今回は少しいつもと違います。今日は農場ではなく、友人に会うために魚市場に来ました。今日のおすすめは何ですか？今日水揚げ少ないんですけど、泉は今の時期だったらアジとかだったらしっかり内海で脂が乗ってきてるんで、この辺なんか使いやすいかもしれないですね。そうですね、じゃあアジでお願いします。ちょっと高いですけど。あ僕払わないんで。全国で言うんで高いですけど。じゃあアジ買うようにします。よろしくお願いします。彼の仕事場の橋本水産で魚を選んで、今日釣れた新鮮なアジと一緒に早速キッチンに戻りましょう。今日の料理はこの新鮮で美味しいアジにぴったりのアジとバナナのカルパッチョです。今日使うのはアジの切り身1枚、玉ねぎ8分の1個、クレソン1つかみ、卵黄1個、麦味噌小さじ2、塩コショウ少々、酢大さじ2、オリーブオイル大さじ1、バナナ4分の1個、バナナチップ3枚です。まず鱗と内臓、骨、皮を取り除いてアジを3枚におろします。3枚におろす方法は別の動画で詳しく説明する予定なので、興味のある方はぜひご覧ください。3枚におろしたアジを一口大に切ります。この時食感を最大限に楽しめるように、まな板に対して垂直ではなく斜めに切るようにしてください。切った魚を一旦お皿の上に置いてマリネソースを作ります。まずは卵を卵白と卵黄に分け、卵黄のみをボウルに入れます。卵白はお好みで、他の料理用に保存してください。麦味噌を小さじ2入れ混ぜます。次に塩を一つまみと胡椒を少々、酢大さじ2、オリーブオイルを大さじ1加えます。すべての調味料がよく合わさるように混ぜます。次に玉ねぎ8分の1個を角切りにし、玉ねぎの香りが強ければ少し水にさらしてください。生のままマリネソースに入れて混ぜます。次はバナナです。4分の1のバナナの皮を剥き薄く切ります。マリネ用の液に加え、軽くバナナを潰します。バナナの食感を残すために、潰しすぎないようにします。そして、切った味を加え、軽くソースと混ぜ合わせます。最後に盛り付けです。この美味しい料理に合うように、綺麗に盛り付けをすることもとても大切です。まず、このようにお皿の一箇所に魚を乗せ、ボウルに残ったマリネソースを魚の上から少しかけます。
次にこのようにクレソンを魚の横に乗せます。ここで大事なのは高く盛ることです。たった一つの簡単な工夫で料理をさらに美味しく見せることができます。クレソンの上、そしてお皿の上にもさらにマリネソースをかけます。最後にバナナチップスをいくつか割り、アジの上にかけ、オリーブオイルをかけます。これで爽やかで美味しいアジとバナナのカルパッチョの完成です。ぜひ皆さんも作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。いつもこのチャンネルを応援してくださっている皆さん、ありがとうございます。また次回もお会いしましょう。